はいどうもリーベです。ウィーレ2020マスターリーグ続きやっていきましょう。14年目に入ってきました。そしてですね、資金が非常にまずい状況でして、移籍金予算は161億あるんですけど、給与予算がまさかのマイナスになってしまったということで、今シーズン14年目の、1月の真ん中の交渉ではネイマールが転生するので、それは強引に取りに行こうと思うんですけど、もうそれ以外の選手はちょっと取れないですね、もうこの予算なんで。はい、もう予算ね、結局好きなようにやりたいんで、無限とかあればいいと思ったんですけど、ないんですよねこれ。大きいっていう予算大きいしかないので、まあ仕方ないですねこれは。ということで今回は14年目の、ベシクタ出戦、ベシクタ出戦ね、やっていきましょう。香川がいるねっていう感じで、スタメン決めていきます。はい、今回のスタメンこんな感じでやっていきます。キーパーナバス、ディフェンス左からイウトン、キエッティにファンダイク、そして中盤にベレゾール、パレホ、ギュンドワン、トップ下に本田圭佑を置きまして、トップが左からベイル、イブラヒモビッチ、クアドラードという、まあ比較的若めの人選をしました。はい、まだオフシーズンなんで、まずね、絶対に勝たなきゃいけないっていうわけでもないんですが、まあ勝利を目指してやっていきましょう。それではキックオフです。さあ、ベシクタシュ戦なんですけども、香川が多分転生して、転生した後の香川、そして転生後の本田、転生同士の対決ということで、香川もね、まあ、なかなかいい能力してると思うんですけど、はい、それでは行きましょう。ベシクタシュ戦キックオフです。まあ、この1個前の試合はパリ・サンジェルマン戦でしたけども、まあ、現実でもね、PSG と、あとバイエルミュンヘンのクラブワールドカップ決勝があると思うんですけど、それぜひ見たいなと思っております。まあダゾーン1ヶ月無料みたいなのねやってますけど、一応もう使っちゃってるから1ヶ月も経ちそうなんですよね。今プロ野球も見てて、だからもうちょうどね切れそうな時にチャンピオンズ、ちょっと待って、そうですね。いやー最悪な展開でした、ね、今これも見事ですよ、ね、まさかの1点先制されている。ちょっとこれは集中していこう。クロス上げてヘディング惜しい。すぐに1点を返せる力は十分にあるので、得点能力はえげつないのでね、まあ、なんとか1点取っていきたいところ。ここは、さあここ大事だな、しっかり守ろう。クリア、危ない、コーナーキックです。結構危なかった。そしてコーナーキックか、クリアするよ、頼むよ。 OK、 しっかりクリアしてボールを通る。 OK、 はい、パスを出してこれ縦、ダメかで、ウィーレ2021のなんかアップデートみたいなのが、ちょっと待ってよ、危ない。そう、ウィーレ2021のアップデートみたいなのがね、変えるということで、ただねこれゲーム内容が変わらず選手のデータを金で買うみたいな、そういうアップデートに今年はなってますね。まあ、いろいろ影響があるかもしれませんけども、危ないね、いろいろ影響があるかもしれないんですけど、まあ、やっぱり一番は PS5 がもう次来るからなのかなと思ってるんですけど、まあ、例のウイルスの影響もあるかもしれませんけども、まあ、2021はこういう形ということで、もう先に言っておくんですが、まあ、アップデートは多分しないと思います。はい、次のね2022年に期待してね、多分 PS5 だと思うんですけど、多分5と4で両方出んのかな
とかそんな風に思ってます。はい、まあなのでテイラーさあ繋がるか。2021のねアップデートは買いませんというところですね。さあしかしここしっかり守っていかないと危ないね。ヘディングで自分たちのまだ時間になってないな。ずっとボール持たれてるもん。まあこんなに喋りながらやってるとね、まあ確かに自分の力を発揮できないかもしれないんですけども、やっぱね実況者としては喋っていかないといけないんで、さあ飛ばしていこう。オッケー、ヘディング、いかんな。ヘディング取る。よし、ボール取ってベイルを使ってホンダ、そしてベイル抜ける。いや抜けれんか、ここ抜けれんか。今のなところ抜けたかったな。さあ来た、イブラヒモビッチキープ、ボールキープ、オッケー。なんか声が枯れてきた。オッケークロス、一回戻してギュンドーアン、そしてホンダ、いかんな。ベレゾール、ベイル来た、イブラヒモビッチには通らんか。くそ。さあ前半ここで終わるわけにはいかない。ここでイブラヒモビッチから、ああかんな。多分前半でイブラヒモビッチがすぐ変わりそうな感じの内容だったな。シュート1本、これは良くない。後半行きましょう。さあなんとかしてなんとかしていきたいところ。ここはまずボールを奪うところから。オッケー、来たんじゃない。クアドラードから来た、ベイル、ベイル、ベイル、シュートの能力はちょっと低いな。香川からちょっと待って、よくないな。いやーこれよくない、本当によくない。なんとか打開していかないといけない。チームの資金力とともになんか士気も下がっちゃってるな。さあここはベイル、突破できないけど奪う、そして縦イブラヒモビッチ飛び出してクロス、ボール取る、ギュンドアン惜しい。さあジルーが入ってきた、ジルーが入ってきたので、これねまだまだ可能性はあるよ。そしてセセニョンも入ってきている、セセニョンも入ってきている。ジルーとセセニョンが入ってきて、香川パスうめえな。ちょっと待て、危ない。オッケー、ボール奪う、オッケー、縦ベイル、奥の来た、クアドラードにパスがつながる、来た来た、よし、オッケー。まずは1点をしっかり返していく。このベイルの見事なパスから、この見事なトラップ、そして見事なシュート。さあこっからだ、こっからだ、こっから2点、まずは1点、まずは1点を取っていこう。まあね、最初の1失点は事故みたいなもんですから、まあ仕方ないですけど、こういうミスをしていくとやっぱね、シーズンの優勝にね繋がらなくなっちゃうので、クロスをしっかりキャッチして OK。 さあベイルを使ってオッケー、惜しい惜しい惜しい、
股抜きしたぞこいつ今。おい。まずはジルーに当てていこう。クアドラブか。セセニョン。ボール奪う。シェーネが一回サイドにパスを出して、そしてそのシェーネから、クロスの、ここはファンダイクがしっかり見ている。うわー、しかし、振り向かれていく。くるりと回転、そしてキーパーが出る。危ない。オッケー。ナイスキーパー。今の判断は良かったけど、ちょっと待って。こういうのが良くない。本当にこういうね、奪った後のファーストタッチ。そこで奪われてしまうと、本当に流れを崩してしまうので。そこをなんとか止めたい。しかしもう80分が近いな。さあクアドラード走れ。パス精度が悪いな。危ない。ナイスキーパー。さあナバスのナイスセーブから、これはまずクアドラードがしっかりボールキープ、キープシェーネ、これはマイボール。 OK。さあそしてベラッティが入ってくるね。ベラッティが入ってきた。そしてシェーネにつなぐ。シェーネが上がる。クロス、そしてジル、おーこぼれたところ、ケイベイル、ナイス。ごっつぁんゴールでしたがベイル。よしよしよし。さあこれで今83分、83分で2対2の同点。一気にここベイル使っていこう。さあ同点弾のベイルから、そしてセセニョン、そしてジル、一気に来た。決めろ。よしよしよし、これはゴラストだ。こっち行こう。おいおいおい、来た来た来た。監督も出てくる。なぎ倒す。よし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 。これが真骨頂だ。よく決めた。よしよしよし。このセセニョンの見事なスルーパスからジルーが飛び出してって、この一対一をしっかり決める。そしてホエタ、いいね。このセセニョンのスルーパス、ジルーの飛び出しからの落ち着いて決める。さあなんとか逆転できたという感じですけど、最後しっかり守って3対2で勝利を収めていこう。最後の守備ね。サイドつながれる。危ないよ、危ない。守備守ってキーパー、これコーナーキックか。ここでコーナーキック、時間はあまり残されていません。コーナーキックしっかり守って、カウンターで1点とかね。赤が引き下がったな。よしナイスキーパー、飛ばしてベイル、ジルーに繋がらない。ちょっと焦ったな。これでまたもう1回来た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 。ここでクアドラードの実力が試される。 OK。 抜いた、抜き去って、抜き去って、パス、そしてああいうとこね、ああいうとこしっかり決めたいね。もう1点いけんじゃないか。いける。ベイルスルーしたかった。ベイル、あ、ここ戻す？時間ないよ。ここでクアドラード。一旦前を取る。一回中、ああ。ここでフェーです。まあまあまあ、しっかりね。なんとか逆転。しかし
はい、そんなわけでちょっとヒヤヒヤしましたけども、なんとか勝利を収めることができました。このオフシーズンでね、しっかり連勝を収めれたっていうのは非常に大きいことなのでね、まあこれをねシーズンでもやっていければ大丈夫かなと。あ、これ最初のねこれ情けないな。はい、そんなわけで、今回は以上で終わろうと思います。14年目もね、まあしっかりやっていって、前の実況でもお伝えしましたが、まあ月に3、4本、4本ぐらい、週に1本を目標にやっていければいいかなと思います。はい、そんなわけで今回以上です。お疲れ様でした。さよなら。